さあ、というわけで、じゃあ、せっかくここまで来たから、はい、あ、待ってよ。あ、15個いってる。よし。なんか、もらえるかな。乗ります。お、来たさあ、中には、なんじゃこりゃ。貝殻センサーを手に入れた。近くに貝殻があるとお知らせしてくれる。すごい。この形状もなんかあれだけど、何これ、チェックマークがついてるのは何、オンオフ切り替え。ああ、自分で探したいっていう人のために。うわ、すごい気遣いがある。なるほど。うん、じゃあこれでちょっと歩いてみましょう。うん、さあ、どれぐらいでセンサーが反応するっていうか、どういう感じでセンサーが反応するのか、うん、全くわからんが、こっちの方には行けない。ここにも行けないから、結局今のところはこの橋を渡るしかないのか。で、お城に行って、ここで事件を解決して、みたいな、そういうことか。OK。うん。ダンジョン以外にもこういうパターンもあり得ると。お、いいね。お、これはちょっと気になるぞ。あ、何もないよ。お、さあ、ウルリラじいさんはほっといて。ここか。お、なるほど。これは、うん、ここしか行けないか。お、出た。さあ、これはね、降りてっても踏めないんだよね。だから、ここでジャンプ。あれ、まさかの。上に乗っちゃう。結構やりづらいぞ、これ。そこ。おお、やったぜ、マリオ感。マリオ感ってなんだよ。結構ギリじゃん。よし、さあ、6丁の羽がないとここに来ることはできないという仕掛けです。おお、わあ、怖い。よし、いいね。この松明みたいの気になるけど、あ、そっか、貝殻センサーがあるんだから反応するはずか。ちょっと待って、いきなりなんか人を捕らえておきそうな場所があるんだけど、怖くね。あ、別に松明関係ない。お、なんだって。おお、何かこいつは意味深な感じ。意外と硬い。よし、お、出た。やった、黄金の葉っぱを見つけた。黄金の葉っぱってなんだっけ。カエルのために金はなるで、そんな重要なアイテムあったかな。ちょっと覚えてないっていうか俺結構わりかし覚えてられない方だから。これ落っこちたっていいですか。あ、何もないや。うん、意外と何もないこと多い。うん、こういう落ちたい。おっと、あー、うち盾を弾けるか。お、一応やれるにはやれるけど、結構、うん、あ、なんだ、ダメじゃん、危な。うん、なるほど。つい掘っちゃうけど、センサーが反応してないっぽいからやらなくていいか。お、開けられない、まさかの。うん、とりあえず敵はやっつけておく。あ、そう、剣を弾いた後に切る。オッケー。よし。お、カラス。カラス脅かす？お、まあ、ちょっと痛い。脅かすって。逃げていくかと思ったら、あ、なるほどね。襲わせるためなんだ。さあ、2枚目。よし、うん、じゃあお城の中に、あれ、増えた。あー、粉が、粉効かない、マジか。うわー、ちょっと結構これピンチじゃない。うん、ま、割と今きつい状態。あ、来たー。判定強い、こいつ。
どうしよう、普通にやるしかないか。よし、粉かけたいんだよ。お、やった。なるほど、相手の体勢を崩した上で粉かければ一発みたいな感じかな。ハートハート、結構油断できない体力だから。トレイシーの薬があるからなんてことはないと思うけど、うん、オッケー、お邪魔します。お、あれ結構なんか雰囲気的になんかな長い感じ。おお、なんじゃこりゃ。おお、うん、さあこれはいや、おお、めっちゃ強いなこれ。わあ、いた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 、まさかの普通に。わあ、ちょっとこれ結構なんか大変なんだけど。うう、お、よーし、うん、敵全滅はやっぱり重要だよね。ここまで集めちゃったから頑張って葉っぱ集めるか。ちょっと時間的になんか割と中途半端になるかもだけど。いってててて、なんか待って待って、結構真面目に戦わないとダメか。うん、しっかり頑張っていきましょう。よし、これは気になる。お、なるほど、遠隔操作すごい。おお、お城の門が開いた、これで帰りは楽ちんだ。うん、なるほど、結構なんか面白い仕掛け。ここでもう開くって遠すぎるだろうとは思っちゃうけど、うん。あ、おあれ、あ、そっかそっか、上の方に行って上から出てくる。うん、あれ階段がある、普通に。え、じゃあ階層があるのかな。あ、なことない。普通のダンジョンでは1階2階とかはないのに、なんかダンジョン以外なら普通にあるんですね。おお、さあこれはひびが入ってるから、爆弾、あ、爆弾1個しか置けない。ポン、まさかすぎる、壁に埋め込まれてる。やってよかった。うん、とにかく敵は全滅させるか、怪しいところは何でもアクション起こしてみるということが大切だ。あ、早すぎた。うん、バッチリ。あとこれやっぱり暖房器具、暖房器具ってのはちょっとおかしいか。灯籠というか、なんて言うんだろう、食材でいいのかな。うん、お、高低差ある。持つ、投げる。お、いいぞ、これはもうここで戦えばいわゆる10ゼロ。あ、持ち上げるとしばらくまた時間が、なんていうのかな、長くなる。へえ、優しい。よし、あいつがきっと黄金の葉っぱを持ってるに違いない。割と硬いっすね。お、やったー。で、あー、そういうこと。まあしょうがないか。ちょっと待って、あそこに行くためには一旦外に出ないとダメ。でもちょっとハート増やしておきたいけど、まあしょうがないか。うん、ズルはできなかった。これは動く。うん、オッケー。お、これで中に入ればいいと。あ、じゃあさっきのがリチャードさんの元家来ってことか。なぜ魔物になってしまったのか気になるところですが、お、あれ、壺のマークが書かれてる。え、そういうこと、今のやり方でいいのかな。うん、あ、なる、いや、どういうこと。さあ、六丁の羽を持ってて、なんていうか壺を持てるようになってないといけない。お、なるほど、もう一回入りましょう。よし、あいつがどれぐらい強いかわからないけど、まあ、爆弾を5回ぐらい当てれば勝てるから。あ、爆弾1個しかもらえてない。結構回復できる量が割とケチいっていうか。いや、ここはハートマックスにしていきましょう。よし、弓矢の矢は出てくるのかな。オッケー、
よし。じゃあ壺1個だけ持っていきましょう。これをぶつけて、バトルスタートみたいな。まさかのお前はこう胸の前で持つということを知らんのかこれさ、なんかなんとなくあのキノピオ隊長を思い出さない？いや、もちろんキノピオ隊長はあの後に生まれる作品なんだけどさキノピオ隊長もなんか物持ってるとこういうとこ潜れないんですよね。なるほど、さすが任天堂だな。よし、よっ。さあこれはしっかりガード。いった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 、待って、俺のちょ、やだ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 、おお、なんかこいつ強い。ああ待って、うおー、いやいやいや、めっちゃ弓矢連打で勝ったけど、あいつ強ない？強ないっていうか、どうやって普通に勝つの？これ取っちゃうとあいつもう出てこなくなるよね。じゃあ気になるかな、普通に戦ってみたいかも。でピンチになったら矢を打ちます今すごく矢の連打で勝ったけどさ、あのハンマー普通にあの弓矢をなんか撃墜してくるんだけど。おー、よしよし、さあマックスになったから行こうかなと思うけど、あの爆弾は出てきても矢は全然出てこない。うん、ちょっと気になるけど。あとじゃあ何持っていけばいいかな。魔法の粉？矢は効くってことは分かったし、爆弾も使えると思うけど、あの攻撃範囲からなんとか逃れないといけないから。でもロック長の羽って攻撃避けられるのかな。まあやらないよりかはいいか。うん、さあしっかりガードして、おっと、こんな感じか。で戻すときにもダメージあるとか。もうなるほど、縦のあるとこの方向しかダメみたいな。結構狭いですよ。で若干なんかリンクの左側を狙ってくるから、いて、壁があると結構強くない？よっ、こうやって。お、避けらんない。じゃあ反時計回りだ。うん、なるほど、そういうこと。ようやく攻略の糸口がつかめた。よーし。うん、で、あの隅に追い詰められないようにこうやって回り込んでいくと、うん、ようやく普通に攻略できたかな。あ、しまった、粉忘れてた。ついに最後の1枚を手に入れちゃったぜーぜーって。このリンク意外となんか割とちょっとやんちゃボーイ的な感じがする。じゃあとりあえずリチャードのとこ持って行って鍵のこと聞こう。うん、なんか軽いなうん、さすがなんかハイラルのなんか世界を救っただけありますね。あれ、鍵？なんかそんな話してたっけ。うん、まあいっか。よし、さあ降りましょう。敵がいない方向から。てかこれ魔物消えないんじゃあれじゃん、リチャードさん帰ってこれないじゃん。うん、よし、粉を食らえ。あれ、粉効かず。あいつ粉効かないやつか。お、効いた。なるほど、しびれるタイプの敵もいると。うん、悪くはない。ただちょっと粉が減ってきたな。ルリラ、ハロー、ウロリラちゃん、スコップ、スコップは買ったかな。ん、そういえばスコップ使わなかったじゃん、葉っぱ探すのに使わなかったよね確かね。敵やっつけて出てくるっていうパターンがほとんどだったから全然いらなかったような気がするけど、あっちこっち掘ると何かあるかもしれんぞ。ガチャッと。うん、さあどういうことでしょうかと思いつつ、矢がかなり少ないな。矢、あ、意外と範囲狭いっていう。あ、うん、どうしようかな。まあ、とりあえずリチャードさんのとこ行こうか。お、え、かなり、ここじゃない、これこれ、あの、行けないけど。よっ、爆弾が爆発するのは長いけどしかも当たらないっていう。おーい、いて、わ
ー痛いからやめて。ちょっと危な、ここ反応あるな。やっぱりここかな。じゃあしょうがないか。意外と範囲は狭いような感じなのかな。あそこめっちゃ気になるわ。あと意外と掘るとハート出てくるんですね。へえ、なるほど。体力がピンチになったらそこら辺掘りまくってみれば意外といけるかも。あるかなと思ったけど意外と反応なし。あそこは開けたことあったっけ。オッケーかな、反応なし。オッケー、じゃあリチャードのとこ行きましょう。あ、さあ取ってきたよ。トレビアーン、葉っぱが全て揃ったんだね。トレビアーンってどういう意味なの。今更だけど、すんばらしいとかそういう意味。さあこのカエルの像を動かしたまえ、僕からのお礼の印だよ。おう、あ、どいてくださる。君のおかげで葉っぱも戻って、僕は幸せだな。葉っぱ、葉っぱってそんなにすごいもんなの。このカエルさんたちにとっても嬉しいことなの。このそもそもカエルは何なんでしょうね。いや、カエルのために金はなるから来てるんだと思うけど、そんなにカエル飼ってた人とは思えないんだけど。お、はい、じゃあ入ります。おお、別荘に地下室まで完備。お、これは動かせそうな。よし、お、反応あり、これか。おお、なるほど。2、3マスぐらいはセンサーが働くってことかな。うん、これだったら十分発見しやすいでしょう。ダンジョン内で見つけたことはないから多分大丈夫だと思うけど。お、まあとりあえず敵をやっつける。これはもっと動くやつ、動くやつ。おっと、よし。ヒビが入ってるところはなさそうかな。多分大丈夫でしょう。お、これは狩りがいがあると思ったけど、むしろ丁寧に買っていかないと危ないみたいな。おっと危ない。刈り取るまでわからないけどなかなか面白いよね。お、あれ、羽が落ちていく。おっと、まさかと、あれ、ちょっと頑張って飛ばないといけない。あれ、ちょっと、あれ、いけないだと、なんか動けないっていうか、どういうこと、なんか引っかかったぞ。真ん中を狙ってずりっていくともうダメだな。いけちゃうじゃん。まあいいか。いけるにはいけるけど、と、結構これやばいんじゃないの。わあ、ちょうど真ん中狙っていかないと。あー、逃げられた、よかった。そういうゲームなの。おお、ようやく来た。そしてここを掘ってみる。お、ちょっと待って、いや調べます。足元に秘密あり。わー、すごい分かりやすい。なるほど、貝殻じゃないから反応しなかった。スライムの鍵を手に入れた。ウクク草原の入り口へ行こう。おお、スライムの洞窟みたいな、そういうこと？ここか。なるほど。鍵穴差し込むところが手前側だから、こう回っていきましょう。じゃあ出ちゃってもいいかな。他に、まあ確かに草が残ってるのは気になるところではあるけど。あ、草復活してるじゃん。じゃあいいか。よし。じ
じゃあ今回はこんな感じかな。あ、そっかそっか、まずはこれ開けるとこまでやって終わりにしましょう。よし、さ、というわけで、あ、入るまでわからないんだ。さあ、スライムの、なんだっけ、鍵が手に入ったんだから、スライムの洞窟とかそんな名前なんでしょ。リチャードに譲ってもらったって、全然なんか譲ってもらった記憶ないんだけど、勝手に見つけたというか掘り出したんだけど、うん、まあいいでしょう。さあ、というわけで、じゃあ今回はこんな感じで区切っておきたいと思います。さあ、次回はスライムの洞窟頑張っていきましょう。さあ、それじゃあまた次回よろしくお願いします。